住宅の空き部屋に旅行者を有料で止める民泊の営業を定めた法律が今日から施行されますいわゆる民泊新法は違法な闇民泊の取り締まりを目的に事業者に自治体への登録を義務付けています新法では民泊営業に消防の検査や営業日数を年間180日以内にするなどの規制が設けられました ももとと届け出というのは出せばいいということで一番簡単な制度にしたのに予想以上にですねやっぱり厳格にこう運営をされてしまった結果大手民泊仲介サイトの AirB&B にはピーク時国内に6万件の民泊がありましたが自治体に登録が受理されたのは1134件で新法で運営できる物件は2%以下にとどまっています。